お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、私のね親戚から梨が届きましたね。と言ってもですね、これ梨見てください。結構ねごついね、あの梨が届きました。大きい梨でございます。でね、私のねだいたい拳よりもね、あの大きなね梨でございますし、だいたいまああのこんにゃく芋、こんにゃく芋ぐらいかな、でよりもちょっと大きいかなね、こういったね梨が届きました。ではこれね早速食べていきたいと思っております。皮を剥いて、半分に切ってね、こういう風に切ってみました。でね、あ、さっきの梨のねこれ半分なんですよ。半分でこの量でございます。だから相当ねでかい梨でございました。本当はねこのまま洗ってね皮をねついたまんまねガブリといきたいところなんですけどね、ちょっとねお行儀が悪いというのでね、今回ちょっとね上品にね、まあ上品でもないですけどね、こんな風に切ってみました。じゃあ早速いただきたいと思いますね。こんな感じでございます。私はもともとね口が大きいからでいいんですけどね、口の小さい方はねもうちょっと切ってもねいいんじゃないかと思いますけどね、結構上品なね甘さでございまして、こう水分もね、いっぱいあるね梨でございました。またね来年もね届いたらこういった動画も出してみたいと思っております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。